どうもこんばんちは、キシトです。バイオハザードビレッジ続きやっていきたいと思います。さて、仮面を集めなきゃいけない、残りは3つ。中庭、次どこに行く感じだろうな。エレベーターのとこは動いてないんだよね、多分ね。ドミトレスクの鍵、ここで使える？鍵は確かにまだあるんだよね。はっ、ようやく会えて嬉しいわ。俺は嬉しくないな。これは、こいつひるむのか。おーしょ、やばいやばいやばい、あいつ撃っても無力だな。お前なんかに会いたくねえよ俺は。届いてまーす。いやー、中入ります。よし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 、別館の地図 OK。向こうからかやかってる。最終的にそっから出てくる感じかな。とりあえずあいつには銃を撃っても効かないってことだ。逃げるしかできない。ガンパウダーゲッチュ。ハンドガンの弾。奥様の口紅を見つけた者は浴室に戻しておくこと。非常に高級な特注品です。決してよからぬ心を起こさぬように。口紅、これは鍵だね。ここではないよね。また違う鍵がいるっぽい。数が多すぎてね。なんだ、一発一発を大事に。オッケー。お、これあれか、デュークの場所にあるセーポイントにあるあれに使うやつかな。邪魔なやつだ。たく、弾が足りなくなるだろうが。金をよこせ。キーピッキングが必要です。そっちからも降りられるけど、ここは術後1日目、処置が終わってから2人とも死んだように動かない。長女となる娘の口から1匹のハムシが出る。ハエのように見える。奴ら3姉妹か。3人の体に無数の虫が湧いている。体の各部が虫に食われたように見える。窓を開けると虫がポロポロと床に落ちて、どうやら冷気に当てると硬直する性質らしい。あ、なるほどね。冷気ね。
慌てて窓を閉じる。やっぱ冷気に弱いのか、ほぼ全身を虫に、食い尽くされた人型の黒い塊がうごめいている。昼過ぎ、娘たちの体の部位ごとに虫の色が変化してくる。顔の虫は青白く、唇の虫は赤くといった具合だ。虫の塊が娘たちの姿に戻る。もう人間にしか見えない。三人が起き上がり、私を見つめる。うつろない姿が親子の情を感じる。ベイラ、ダニエラ、そしてカサンドラ、三姉妹だね。あいつらか。一人はもう倒したからな。まあ私の敵ではなかったということだ。霊気に弱いってのがなかったからね。ただあのでかい女は霊気には効かないような感じしたけど。なんだこれは。ピアノは勘弁してくれよ。学名なし、体長5、6センチ、オオクローバーに似るが顎が異常発達。何それ。虫自体に生殖能力はない。人間に擬態、獲物を油断されて接近、捕食する。気温変化に弱い。まあこれがあれでしょ、姉妹たちの三姉妹でしょ。あ、これ入り口のところか。ピアノを弾けと。なんだこれ。どれだけ弾くのこれ。これ合わせるだけか。それ単純だな。鉄格子の鍵を手に入れた。2階のあれかな。待たせたわ。ファッ、待ってねえよ。やばいやばい、これ下から来てるな。やばいやばいやばい。やっと私に会いに来たのね。みんな私に夢中になる。なんだよ今度は。いけない子ね。逃げようったって無駄だから。ショットガンの弾がある。こいつはなんとかして霊気をこいつに当てないと倒せないぞ絶対。当たり前だ。どうしてこんなこと。
どうして？先にやってきたのはお前らの方だと認識しているが、私を愛してないの？お前なんか愛してねえよ。俺がいつお前を愛してなんつった？今までの人は喜んでたわ。夢よ、これは夢。今までの人って誰のこと言ってんだよ。悪いな。おめえみてえなやべえ女、俺は興味がねえんだよ。私はうんざりだ。本当だ。うんざりだ。お前みたいな最高な女はこっちからお断りだぜ。俺の趣味じゃねえんだよ。アイテム開始。ハンドガンの弾。ボス部屋だからさ、絶対弾もっとないの。こんな弱点だらけの部屋に現れちゃって、まあおまぬけさん。もっとさ、こう霊気が通らない場所で戦いに挑んでくればいいのにって思うんだけど、そんなもんかな。まだある？あるね。やっぱりボス部屋だから弾はいっぱいあるね。取ってない弾はこれで全部かな。よし。さて、三姉妹のうち二人は倒したぞ。これはあったな、仮面。この部屋はなんだ。ここは、ああ、あそこだな。2階の場所か。弾ある。特に何もなし。おお、なんだこれ。この部屋で5つの鐘を鳴らせ。5つの鐘。あー、あれか。うわ、これを当てるの、ちょっと難しくない？ OK。まだどっかにあるね、2つ。上からじゃねえとわかんねえもんがあるのか。あー、なんかあるな。これだろ、これじゃね。ほら、わかりづら。あと1個あるね。下？この像壊れない。仮面。
太鼓どこだ。場所のヒントとかないっすか。やたら分かりにくいとこにあったりするからな。もう一個もこん中か。んなことある。いや、ないよね、ここには。壁。え？あと一個どこよ。もう一個あるとか言わないよな、これな。ここも一個しかないと思うんだよな、多分中に。すげえ分かりにくいとこにある。あれか。ふざけんなよ。わかんねえよ。いや、もう外じゃん、だってあんの。ふざけてません、それ。部屋の中じゃねえし、そもそも。かなり意地悪だな。よし、出たわ。これは銃じゃなきゃ壊せないか。そんなもんかね。宝の地図。宝の地図ってアイテムであんの？じゃあ俺の HP やべえな。HP がやばかったわ。回復1個作るか。あ、これか。キッチン、ダンジョン、キッチン抜けたダンジョンの先。お、動きそうだなこれ。やっぱり間違えて回復使っちゃった。何、押し返すって。押し返せなかった。防御のことじゃないの。響くね。回復なくなったわ。やばいやばい、回復がなくなっちゃった。間違えて、防御と間違えて使っちゃったよ。なんだこれは。地下の探検なるものが城にあると聞く。毒が塗られている。
妄想に取り憑かれたかつての当主が悪魔や魔物を殺すために作らせたそうだ。実に興味深いが、もう誰も所在を知らない。それがあの宝の地図の場所？キッチン抜けた先にあるっていう？屋根裏だもんね、これね。お！ライフルだ！スナイパーライフル。なんだこれ、スナイパーで。やらなきゃいけない、なんか出てくるのか？弾4発しかねえけどな。ファッツ。拡大つっても大して拡大じゃねえな、これ。なんだあれ。ていうかあれもそうなのか、わかりづらいんだけど、あれは敵なのか。ため打ち中したいけどね。相手だからどっかに止まってくれないと。ああ。しかもかなりブレるね。多分これも敵だよね。これ。多分寝てるんだと思うんだけど、これ。ほら。一撃だね。まあ眠っといてくださいよって話ですよ。なんだあのガーゴイルのような。そっちもいけるけど、こっちは何？お金だ。金ぐらい？スクラップ。そんなもんか。なんかあの馬のさ、やつがさ、どっかにありそうだよね。なんかスナイパーで撃てる範囲のどっかに。危ない危ない。いて、こいつら、あの人だ。ハーブ落とした。あの襲ってくる人どもに羽が生えてる感じか。モンスターとかじゃないね。結晶化した翼、換金アイテム。追い打ち。オッケー。眠っとけ。金だけ落としてな。スナイパーライフルの弾だ。ローディン。弾落っこってたね。うわっ。よし、あー来たな。羽を狙う。
めんどっちいなこいつら。厄介すぎだろ。当てにくいんだよ飛んでんのは。おかあね、屋根を伝っていく感じね。頑張ろな主人公イーサン。よし、弾もちょっと少なくなってきてるからな。スナイパーの弾、ショットガンの弾だこれは。発射、おおすごい。むしろさ3本指の方で頑張っていくっていうよく握力8から入るな。それがすごいよね。仮面手に入った、フンドの仮面。あと1個だね。狙撃よし、エレベーター動かないんじゃないか。あ、動くんだ。暗い暗い暗い。おお、最初のところだ。戻ってきた感じですね。ハンドガン拾う。この人間風情が。ほうほうほう。逃げ回ったところでお前に先はないのよ。さよなら。もうかどっちゃった。だって怖いじゃんあいつ。これ下がったらいるのかな。やばい、ダメだ、足音する。え、いない。デューク助けて。サービスが増えましてね。さあどうぞ中へ。デューク、多分これでしょ。お、どうなってんのこれ。こっち来て。お忙しそうですな。そうね、いろいろとね忙しくさせてもらってますよ。うわっ、それ見づらいな。まあさすがにデュークの部屋には入ってこないだろう絶対。あいつ徘徊してんのかよ普通に。待って、こっからすげえ見えねえんだけど。これ。これよ、これ。
ダメだってこれ。ダメだ、全然見えねえよ。はあ、こう見えねえって、あそこあそこね、行けい、あそこなのは分かったけど。 OK、 来た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 、シンクの結晶、ローラーボール、これあれかな、換金アイテムかな、高額換金アイテム来ましたね。お任せよ、リュウグ。8000円で売れる。19,600円、いいっすね。改造しますか、ハンドガンの。おお、素晴らしい選択です。これもハンドガン装着し忘れたな。弾欲しいところなんだけどな。弾買うか、うん、いや、すべては投資の一環です。改造した方が良さそうだな。スナイパー威力は高い、ハンドガン、ショットガンの威力を上げるか。ん？おや、あ、いえ何もできました。装填速度、装弾数、スナイパーな。どうしよっか、装填速度、相談数増やしたいところではあるんだけどな。とりあえずいいか、今後もごひいきに。 OK、 ちょっとアイテム整理だな。 OK、よし、セーブしまして、はい、というわけでね、まあ時間もいいんで、じゃあ今回はね、一旦これで終わりにしたいと思います。あのでかい女が徘徊していますが、はい、というわけでね、皆さん、ぜひともチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いいたします。というわけで、次回もよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは